皆さん、こんにちは。俳優の佐野史郎さんが急性腎障害のため緊急入院したことが佐野さんのインスタグラムと所属事務所の公式サイトで報告されました。また佐野さんのツイッターでは予定されていたラジオ番組やトークイベントへの出演を断念することが告げられました。佐野さんはこの度急性腎障害で入院することとなりました。10日ほどの入院となるようですと報告。続いて一昨年入院した時も腎機能障害から多発性骨髄腫が発覚し、ですがそちらは現在は寛解し、維持療法を続けて順調に過ごしていたところでしたとし、今回は再発の可能性は考えにくいとのこと。再発予防の維持療法の薬剤の副作用の可能性などを詳しく検査するための検査入院ですと明かしました。そしてその間のお仕事をお断りしなければならず、各方面に多大なるご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。沈黙の臓器、腎臓には負担をかけないよう今後気をつけて過ごさねばなりません。これから先仕事に支障が出ないよう心して望み、体をいたわりつつ着実に取り組んでまいりたいと存じますと綴っています。以前から病気の噂が絶えなかった佐野史郎さん、今回の緊急入院には多くの人が驚きと心配の声を上げていました。しかし佐野さんの体調を心配する中、佐野さんに関する衝撃の噂が話題となっているのです。そこで今回は佐野さんに関する衝撃の噂と病気、家族についてまとめていきたいと思います。まず佐野史郎さんといえば、1992年7月、 TBS 系ドラマ「ずっとあなたが好きだった」の桂田冬彦を演じたことで広く知られるようになりました。冬彦さんは極端で得意なマザコン男で、回転木馬に乗ったりなどの奇行を繰り返すヒロインの夫、そのマザコン男性像は冬彦さん現象と言われる一大ブームを作りました。初回は 13.0% だった視聴率も、最終回には 34.1% を記録しました。そんな佐野さんは2021年に血液のがんの一種、多発性骨髄腫と診断され、闘病生活を余儀なくされました。40度近い高熱や激しい痛みに苦しみながらも、佐野さんは俳優ならではの鋭い観察眼や好奇心を忘れることはありませんでした。がん宣告の場面では、医師はその事実を患者にどう告げるのか、これまでの自分の演技は間違っていたななどと検証、治療自体も一つの作品と捉え、本人曰く医師や看護師らの撮影チームと一丸となって辛い治療を乗り越えましたと語っていました。その結果、がんに打ち勝ち、俳優としての道を再スタートさせたかと思いきや、またしても体調を悪くされてしまったようで、多くのファンが佐野さんの回復を願っています。しかしそんな佐野さんに対して良くない噂が出回っているのです。それは佐野史郎さんが逮捕間近だという話です。一体どういうことなのでしょうか。ことの発端はニュースサイト覚醒ナックルズ、有名ベテラン俳優 S の奇行が目撃されたことについて報じ、ネット上ではベテラン俳優 S は誰とちょっとした話題になったことからでした。芸能ジャーナリスト片岡亮さんによると、ベテラン俳優 S は東京浅草周辺で朦朧としながら裸足のまま徘徊していたとのこと。もっと立ち回り考えて動けないの、ファイナルするときは俺の見てないところでやれよ。大物俳優 S はこのような意味不明なことをブツブツとつぶやきながら、まるで酔っているような感じでふらふらと蛇行していたそうです。また鳥羽巣の停留所では見ず知らずの人たちに話しかけていたそうで、その中にいた雑誌編集者がすぐにベテラン俳優 S だと気づき、
S さんですよね、と質問すると、目も合わすことなく朦朧としていたんだとか。ただアルコール臭は全くなかったので、酒を飲んでいたのではないと思うと雑誌編集者は証言しています。ベテラン俳優 S には健康不安説が浮上したことがなく、今でもドラマや舞台などへの出演を続けているそうなのですが、記者は一つ気になることがあるようで、どうやら浅草には芸能人がお忍びで通っているニンニク注射の先生がいて、 S さんも常連とのこと。その医師は医師免許に関するトラブルを起こしており、その後は馴染みの知人たちだけを極秘診療しているようで、様々な芸能人が愛用するニンニク注射は実は中身は不明のオリジナル調合薬だという噂が流れています。このことから、俳優 S が浅草で朦朧としていたことと注射が関係している可能性が高いと記者は予想しているようです。ただ記者は S さんのキャラクターからして信じがたい、大物なのでなかなか真相を聞きにくいと語っています。誰だよ、ヒントが少ねえ、誰なんでしょうか。真面目そうなキャラ、大物、ベテランなら50代以上かな、年配なら認知症の可能性もあるな、統合失調症、精神病ならほっとけば、佐々木蔵之介って思ったけどシルエットは違うか、私にはバカリズムにしか見えない。この報道に関してネット上ではこのようなコメントが寄せられています。覚醒ナックルズはベテラン俳優 S と思われるシルエットを公開しており、ネット上では特定作業が進められたのですが、まさかこの人がと驚くくらい意外な俳優さんの画像とシルエットが完全一致したのです。シルエットと一致した俳優は佐野史郎さん、イニシャルも S ですし、シルエットの服装、髪型や輪郭の感じまで全て当てはまっています。覚醒ナックルズが報じた記事がもし事実だとしたら、佐野史郎さんに一体何が起きているのか非常に心配なのですが、仕事の状況はこれまでと変わった様子がないことから、浅草で目撃された人物は佐野さん本人ではなく、よく似たそっくりさんだという説も流れています。ただまだまだはっきりしていない部分があるので、今後の動向に注目していきたいですね。このように逮捕間近という衝撃な噂が流れている佐野史郎さん、そんな佐野さんの奥さんといえば女優の石川真希さんですね。二人の馴れ初めや子供について調査していきたいと思います。石川真希さんは佐野史郎さんの4歳年下。佐野史郎さんと妻の石川真希さんの出会い、馴れ初めは上京劇団。佐野史郎さんが1978年に上京劇団に入団した時、石川真希さんは1年先輩でした。1984年に佐野史郎さんが上京劇団退団し、バンドタイムスリップを結成した時には石川真希さんはボーカルでした。タイムスリップには俳優の島田久作さんもいてベース担当でした。1986年に結婚した時、佐野史郎さんは31歳、石川真希さんは27歳でした。妻の石川真希さんは結婚後も女優を続け、頻繁ではありませんがドラマ映画に出演しています。また佐野史郎さんの子供は娘が一人、1992年に生まれました。名前は八雲さん。娘の八雲さんは多摩美術大学版画科卒業後、木版画科をしており、舞台美術なども担当しているようです。佐野史郎さんと妻の石川真希さんが役者として表舞台に立ち、娘である佐野八雲さんが舞台美術として舞台を美しく飾る、家族皆で一つの舞台を作り上げることができるのは、まさに佐野史郎さんが理想に思っていた家族の形かもしれませんね。これからも娘の佐野八雲さんが舞台美術などに携わった作品に佐野史郎さんが出演する日が楽しみです。いかがだったでしょうか。佐野史郎さんに関する衝撃の噂や病気、家族についてまとめました。今回の緊急入院に多くの人が心配の声を上げていますが、10日ほどの入院だというので問題はなさそうですね。また逮捕間近だという噂が流れていますが、真実は分かりません。佐野さんの俳優としてのイメージがあるので信じられない人も多いようです。今後
本当に逮捕なんてことがないことを祈るばかりですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。